バロース。バロース社はアメリカ合衆国の計算機、コンピュータ企業。1886年、アメリカン、アリスモメータとして創業。1986年に同じくアメリカの企業であったスペリーを買収、合併し、ユニシスとなった。当初は機械式を製造から始まり、その後プログラム可能な帳簿作成機を製造。 さらにコンピュータへと移行した。メインフレーム製造の傍ら、タイプライターやプリンターも製造していた。1886年、アメリカ合衆国のミズーリ州セントルイスで、アメリカン、アリスモメータとして設立された。創業者のウィリアム・シュワード・バルオスが発明した、機械式計算機の一種であるを販売する会社であった。1904年、デトロイトに移転した際に、社名を、 バロースアッティングマシンと変え、1898年に死去したバロースに敬意を表した。バロースは、米国内で最大の機械式計算機の会社に成長した。なお創業者、ウィリアム・シュワード・バロース、1857年1898年は、ビート・ジェネレーションを代表する、小説家、ウィリアム・エス・バローズことバローズイいよ。 1914年1997年の祖父であり、またその息子で小説家のバローズ・イーイーを、1947年1981年の曽祖,祖父にあたる人物である。バローズは様々な機能の加算機を開発し、また徐々に高機能化させていった。画期的な加算機センジマティックは多くのビジネス機能を半自動的に実行でき、 例えば元帳をタイプするよう動きをプログラム可能なキャリッジを備え、元帳入力操作の間に9か18か27の資産表を格納し、機械式加算機クロスフターを連携動作させることができる。このような高機能加算機をと呼んだ。センジマティックを発展させたのが、センジトロニックで元帳カードの一部として付属する直ストライプに資産表を格納できるようになっている。 カードをキャリッジに挿入したとき、この資産表データを読み取ってる遺産機に送る。センジットロニックの後継として E1000、E2000、E4000、E8000、e e、が続いた。E8000 は、磁気テープ、パンチカードのリーダーやパンチ機、ラインプリンターをサポートしたコンピュータである。この頃、加算機よりもタイプライターなど他の事務機器の方が売り上げが大きかった。しかし、 最大の転換は1953年のことである。バロース・アクティング・マシンからバロースへと社名を変更し、コンピュータ企業へと明確に舵を取った。当初得意としたのは金融業界である。1956年、カリフォルニア工科大学と協力関係にあった科学機器メーカーからスピンオフしたパサデナのエレクトロダタを買収。エレクトロダタは、 すでにダタトロン205というコンピュータを開発済みで、後継のダタトロン220を開発中だった。これにより、バロース初の本格的真空管コンピュータ B205 をリリースすることになった。1950年代、バロースは連邦準備銀行と共同で、磁気インク文字認識の開発とコンピュータ処理、特に小切手処理を手掛けた。同社の中型機 B2700。B 3700、4700 37 47に接続するミッカー、OCR ソータ、リーダーを開発し、金融業に強いコンピュータ企業という評判を確立した。1960年代後半には端末機 D2000、D4000 シリーズをリリース。これにはタイプボール式のプリンターと磁気ディスクが付属しており、B5500、6500、 6700システムの視点端末として金融業界でよ売れ、他社メインフレームともよく接続された。1970年代には TC500 が登場している。TC はターミナルコンピューターの意。国際銀行間通信協会が1977年から運用している銀行間ネットワークのバックボーンはバロースが構築したもので、今もユニシスが担当している。 1960年代、バロースはアメリカ合衆国の主要メインフレームメーカー発車 IBM を筆頭として、ハネワル、NCR、CDC、GE、RCA、ユニバクの一つとされた。売り上げから見ると、バロースは IBM に大きく、水をあけられたにということが多かった。他の7社全部を合わせても IBM にはかなわない状態であり、 IBM と7人の小人たちと呼ばれることが高田。1972年までに GE と RCA がメインフレームから撤退し、IBM 以外の残った古社の頭文字を取ってバンチと呼ばれるようになる。IBM のように顧客が必要とするあらゆる製品を取り揃えようと、バロースはプリンター、ディスクドライブ、テープドライブ、プリンター用紙、 タイプライターのインクリボンまで品揃えしていた。バロースは言語思考システムという哲学に基づき、3つの非常に革新的なコンピューターアーキテクチャを開発した。それらの命令セットは、アルゴル、コボル、フォートランといった高水準言語を念頭に置いて設計されている。いずれもメインフレームクラスのマシンである。超小型汎用コンピュータの B700 は、 マイクロプロセッサと称し、独立システムとしても大型システムに接続する通信コントローラやディスクコントローラとしても使われた。端末機の発展型として B80 や小切手処理装置なども製造していた。1982年、パーソナルコンピュータの製造を開始。インテル8086、8088を採用した B20、B25 シリーズがある。 OS にはの開発下を BUTOS と名付けて採用している。初期の欄が実装されていて、ハードディスクドライブを複数マシン間で共有する機能を備えていた。1985年、バロースはパソコン工場を中国の昆明市に設置している。1960年代初め、イリノイ大学でのマルチプロセス先へレック4の開発に参加。 エレック4は128個のプロセッサーを備えた、深度型コンピュータである。バロースは B825 などの軍用コンピュータも、手掛けており、ペンシルベニア州のグレートバレー研究所で開発した。D825 は、世界初の真のマルチプロセッサーコンピュータであるとも、言われている。パオリには、バロースの防衛、宇宙開発マーケティング部門もあった。また、 LED が登場するまで主要な数字表示装置であったニキシー管の特許を保有し、ライセンス料を他の生産者から徴収していた。アメリカンアリスモメータとして創業してからちょうど100周年に当たる1986年の9月、バロースはスペリーを毎週合併し、今日知られているユニシスとなった。その後もバロースのメインフレームを しばらく販売していたが、大型システム市場が、デファクトスタンダードなサーバーへと移行していったため、最終的には、独自システムの開発をやめた。2010年、ユニシスは決済システム部門を、カリフォルニアの投資会社、マーリンエクイティパートナーズに売却。同社はそれを、独立企業とし、ボローペイメントシステムズと名付けた。バロース B205 は、 ハリウッドでのテレビ番組や映画で1960年代頃から登場している。バットマンの TV シリーズではバットコンピューターとして B205 のコンソールが登場し、宇宙家族ロビンソンでもコンピューターとして登場している。また B205 の磁気テープ装置はタイムトンネルや原子力潜水艦 C ビュー号に登場している。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。